上院会会長かわいいの伝道師トップオブ女神様ではうちの愛理さんの政見放送です。やっとみんな会えたね。どうも私があの 可愛い,いで有名なうちの愛理ですうち外のうちに野原の,の野球の外野と内野の内野でうちの愛しいっていう気持ちの愛情の愛に悟って書いてうちの愛理です今可愛い,いと思った カメラの前の前あなた、そうあなたよカメラさんそんな目で見ないで可愛いからってダメよやだこんなに見つめられちゃって恥ずかしい私は愛理うちの愛理知ってる人は知っている 知らない人は覚えてね。LINE の QR コードを公開してるので、私とお友達になってください。うちの愛理。うちの愛理。どうですかそろそろ覚えられたかなうちの愛理チャンネル。うちの愛理チャンネルで。 検索してそこから LINE の QR コードからお友達になって私と楽しいことしようはあ暑いね緊張でもう暑くて困っちゃうわはあ 可愛いだけじゃなくてセクシーでしょうどう <laughs> やだそんな目で見ないで <laughs> うちの愛理そろそろ覚えた内外のうちに野原のの愛情の愛に里でうちの愛理です 皆さ LINE のお友達登録してねちゃんと一人一人心を込めてお返事するのでメッセージ待ってます愛梨って名前すごく可愛いと思わない名前だけじゃないよね顔も。 声もななんしぐさも可愛いんじゃない知ってるありがとう <laughs> 可愛いでしょ <laughs> やだそんなエリーさんこっちのこと見ないで恥ずかしいそんな目で見られたら 困っちゃうカメラの前のあなたも今変な目で見たでしょ私のこと恥ずかしいから続きはあとでキャッアイリーって言葉知ってるすごく可愛い言葉なの 嬉しい、楽しい幸せって意味の言葉私も愛理なのすごく幸せな女ってことだよねやっぱりみんな私とお友達にならないのってすごくもったいないと思うのだってこんなに <laughs> こんなに可愛くて面白い女な,なかなかいないよ 政見放送の収録中にお腹鳴る人あんまりいないよ。ねえみんな私と友達になんなきゃダメだよ。うちの愛リちゃんと覚えた好きな食べ物はお肉お魚げんこつうなぎ覚えてね。うちのアイリ うちさのうちにの原のの愛情の愛にさって書いてうちの愛理ですみんな検索してね本当に覚えたうちの愛理だようちの愛理じゃごめんなすって東京都知事候補者かわいい私の政見放送を見てね